ドット絵を描いてみた。コマシャラッキー、シャラクだよ。こんにちは、こんばんは、シャータン V です。今回はドット絵、ファミコンみたいなやつですね。あのドット絵を描いて、そしてそれを動かしてアニメーションにして、アイキャッチだったりだとか、エンディングに使いたいなと、まあ、そんな感じの趣旨の動画になっております。うわい、はい、そんな感じで始めましょう。今使っているのは A スプライトっていうものかなっていうソフトです。ドット絵を描く専用のソフトなんですけど、パソコンのやつで使ってます。まあ、今やってる作業は下絵ですね。とりあえずおいら絵描くとき、この今動いてるシャータン V もまずノートにシャーペンでババって下絵描いて、でそれを iPad で取り込んで本ちゃんを描くみたいな、下描きがね一回ないと考えられないタイプなんですよね。なので一回全身像とかどんな動きをするかっていう下描きを今描いてるとこです。で一回正面描いて、で側面描いて、後ろ描いて、体描いてみたいな感じの作業を今してます。でざっくりとですけど、マス目に一応ねルールがもともとあって、8の倍数が基本なんですよ。8×8 がまあファミコンとかの基本みたいな。なのでっていうのは、なんかパソコンとかコンピューターが二進数でものを考えるから、なんかオンかオフかみたいな。でなんで8だったかちょっと覚えてないんだけど、なので8の倍数に全部設定すると全部うまくいくと。メモリとかもそうですね。8メガ、8ギガ、16ギガ、32ギガとか。で、モニターとかも、1084だっけとか、そういう感じで、やるとデザイン的にいいらしいです。その8の倍数なので。まあでも今は、もうこの現代そんな全然関係ないらしいですけどね。だから収まりがいいっていうことらしいです。なのでとはいえ、オイラのまあ別に余らすことは全然問題ではないの で首、今体と足と手と足とって書いてるんですけど、首とかは真ん中に欲しいので、ちょっと左右対称にしたいので、右が余っちゃってもいいから、体は3ドット使ってとか、そういう感じでやってます。とまあこんな感じで、全身像がなんとなくこんなもんかなみたいな、つま先描くかな描かないかなみたいなことを迷ってます。はい、それでとりあえずいきなり変わったんですけど、これが、あ違うわ、さっきのがピクセルスタジオですね。ごめんなさい、ピクセルスタジオというソフトでした。 iPad もあります。で今使ってるのが A スプライトですね。で順番が逆になってて、逆というか取り忘れちゃってて、 A スプライトで最初作ってたんですよ。こうやって一フレームごとアニメをでやってたんですけど、ちょっと A スプライトが、まあ、パソコンでしかなくて、なんか iPad で直感的にこう絵描きたいなと思って調べたところ、そのピクセルスタジオっていうのが iPad でもパソコンでもあるっていうので、まあ再度購入したんですけれど、これがちょっとね、ファイルの互換性が微妙になくて、最初に使ってたピクセルスタジオはこの今やっている A スプライトのファイルが読み込めるんだけど、逆が無理で。でも俺ね、使い勝手がね、この今使ってる A スプライトの方がすごいね、使いやすいんですよね。まあこれはほんと好みなんですけれど、だから iPad で A スプライトで書いたやつをパソコンでピクセルスタジオで編集できたらすごい便利だったのになーっていう、まあ、逆しかできないんで、まあ、今後使っていく分には多分
クセルスタジオをメインで使うのかな。まあそんなにドット絵作ることあるかなと。でもまあ作れるようになったらね、自然とドット絵を使う機会も増えていくんじゃないですかね。これ今ほんと便利になったもんですよ。昔なんてまあ分かりづらい人には分かりづらいと思うんですけど、イラストレーターっていうソフトで、まあ四角、1センチ1センチの四角で、もう吸着ドット、グリッドに吸着っていうので、四角をもう組み合わせてドット絵を描いてデータを作ったりしてたんで、今こうやってもう専門のソフトがあるっていうのは便利だなぁと思いますね。で、まあこんな感じで一フレームずつ作っていくと、今4倍なんですけど、これを実倍速にしたのがこちらですね。ちょっと何をやっているかというと、まあいろいろこう動いているところを確認してます。こうやってちょっと目も動いて、縦に揺らすと呼吸してるように見えるんですよね。でこうやってちょっとで、一画面でその場で動きだけ作ってもいいんですけど、これ後々に同じソフトで背景描くときに、まあ移動してた方が何かと楽かなと思ってやってたんですけど、はい、そんな感じでですね、とりあえず歩く姿まで作れましたと。ちょっと次回になるのかな、は、まあ、背景も書き込んでちょっとアイキャッチを作るか、エンディングにまあ足すのか、ムービーというかそういうものを考えてみようかなと思ってます。で、それにあたってさっき使ってた、2つ使ってましたね、A スプライトとピクセルスタジオで、最初に A スプライトで作り出したんですけど、それがパソコンだけしか使えなくて、で iPad でもパソコンでもあって、でファイルのやり取りができるピクセルスタジオが、まあ、寝転びながらできたりするから iPad で便利かなと思って買って直してみたんですが、ちょっとね、オイラーは、まあ、難しいなぁと思って、そのレイヤーのね、存在というか、移動がちょっとややこしくてというか、まず立ち上げてみました。で、今、ピクセルスタジオです。で、どういうことかというと、まずレイヤー1ですね、1枚目のレイヤーに、まあ、こう、丸を書きます。レイヤーっていうのは、表示する順番ですね。だと思ってください、ざっくりと。で、その次にその黄色い丸の上に緑の丸を作りました。だから分けてるので違う映像なんですね。で、その緑の丸の上にさらに赤い丸を全部3つ別々のレイヤーというもので作ってみました。で、ちょっと分かりやすくするためにちょっと丸の中を塗ってみましょう。はい。黄色の、一番下の黄色の丸は灰色で。で、次は緑は赤はちょっと分かりづらいかな。ので、水色。で、その一番上の赤の丸の中は、そうだね。茶色で。っていう感じで、こう、見える重なり順なので、見える順番が違うんですね。で、そのレイヤーっていう順番を入れ替えることで簡単に見える順番が変わるんですよ。こういう風に一番上だった赤丸が一個下になったと。で、さらに下にするにはこういう風に、他のやつだとドラッグドロップで簡単に変えれるんですけど、これはいちいちこうやって呼び出さないとね、変えられなくて、それが地味に不便なんですよね。まあ、慣れればいいだけの話なんですけどね。と、まあ、そんな感じで、もうちょっと使い方慣れてみてから、続きをやっていこうかなと思ってるんで、近いうちに、これを使ってなんかこう、アニメ的な、まあ、アニメっていうそんな対策じゃないですけど、アイキャッチ的なものとか作れたらなと思っております。じゃあ、まあ、今回は、まあ、わかりやすかったかどうか、わかりづらかったのかわからないですけれど、まあ、オイラでもこんな簡単にファミコンのような画像が作れるぞっていう、そんな感じの動画でした。はい。ということで、
高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、小林屋楽でした。じゃあね、バイバーイ。